Immerse yourself in a Japanese conversation here with Comprehensible Gaming Animal Crossing House Tour. The first half of this video will be purely in Japanese, and you can just listen as well as read along with the conversation in Japanese, with visuals on the screen to help you understand and connect the pieces of language with what's actually happening on the screen itself. With the second half of the video showing you both the Japanese and the English at the same time, to help test your understanding and see what you understood, and fill in any gaps of what you didn't understand. This video is brought to you by all of the wonderful supporters on the Game Gengo website as well as on Patreon. So if you'd like to show your support, then feel free as joining as a member on either the website or on Patreon. はい、今日は集まれ動物の森でルームツアーをしたいと思います。お、楽しみ。集まれ動物の森って短く集森って呼ばれてるよね。そうそう。今回は家に関する言葉をたくさん紹介していくね。オッケー、たくさん言葉を学んでいこう。ここが私の家。わあ、大きな家。このドアから家に入るんだね。そう、ここは玄関といって家や建物のメインの入り口のことだよ。あとドアのそばにポストを置いてるんだね。そう、ここから荷物や手紙を受け取るの。それと反対側には黒い自転車が止めてある。うん、いつも家の前に止めてるんだ。へえ、自転車に乗っていろいろなところに行くんだね。そう、すごく便利だよ。よし、それじゃあ中に入ろう。はーい、お邪魔します。おお、広い部屋。ここは何の部屋？ここはリビングだよ。へえ、ここで家族や友達とくつろぐんだね。そうそう。じゃあ早速あの黒いソファーでくつろごう。どうぞ座って。はーい。うわー、ふかふか。お、このテーブルの上にコーヒーがある。そう。窓の横にコーヒーマシーンも置いてるから、いつでもコーヒーを飲むことができるよ。いいなあ。ちなみにテーブルとソファのそばにあるのってタンス？そうそう、チェストと呼ぶこともあるよ。この引き出しには服が入っていて着替えることができるの。へえ、そうなんだ。そういえばレコードプレイヤーから素敵な音楽が流れてるね。うん、ここでは音楽を聴いたり、後ろの本棚の本を読んだりすることができるよ。うわー、大きい本棚。この大きさだとたくさん本をしまうことができるね。お、本棚の後ろに小さいスペースを発見。あ、見えた？ここは書斎。あー、書斎か。最近は仕事や勉強したりする場所として使われているよね。そう、私はここの机の上にノートパソコンを置いて仕事をしてる。いいな、俺もここで YouTube の動画作りたい。ところで、あのテーブルは何をするところ？ああ、これは作業台。ここで家具とか道具を作れるの。この壁にかかっている照明もこの作業台で作ったよ。へえ、すごい。ところで、クー、ちょっとお腹空いてきた。私もお腹空いた。じゃあキッチンに行って食べ物を取りに行こう。いいね、行ってみよう。ここはキッチンとダイニングスペース。おお、ここのキッチンで料理をするんだ。そう、ちなみにキッチンは台所とも行ったりするよ。台所には大きい冷蔵庫も置いてるんだね。うん、たくさん食べ物を入れられるよ。それと、ここが食事をとるダイニングスペース？そう、ちなみにダイニングテーブルは食卓と呼ぶこともあるよ。それと、このダイニングテーブルの上には料理と食器が並んでる。この食器を使って
料理を食べるんだね。うん、この食器もさっき見た作業台で作れるよ。へえ、すごい。ところで、マットは何が食べたい？ふーん、ピザ。お、相変わらずピザモンスターだね。じゃあ、ピザを作るところに行こう。ワクワク。おお、外にやってきた。ここは庭だよ。木や花などの植物を育てたり、外でのんびり過ごすところだよ。赤いレンガで囲まれた綺麗な庭だね。ん？あれは、ピザ窯？え、ここでピザが焼けるの？へへ、そうだよ。ピザ窯の扉を開けてみて。わあ、焼きたてのピザがある。おいしそう。ピザ大好き。マットは本当にピザが大好きだね。ここの椅子に座って食べよう。いただきます。はあ、ごちそうさま。おいしかった。なんか外で過ごしてたら汗かいちゃったな。じゃあお風呂に入ってさっぱりしよう。いいね、行ってみよう。わあ、いい雰囲気。この右側のスペースは洗面所。ここには洗面台を設置してるよ。ああ、この洗面台で顔や手を洗ったり歯を磨いたりするんだね。それと横には白い洗濯機もあるね。そう、この洗濯機で服を洗うことができるよ。便利だね。お、そして左側はトイレだ。もちろんトイレもあるよ。泡が出る埴輪もここに置いたんだ。へえ、かわいい。でもちょっと恥ずかしくない？確かに、トイレ中にこの埴輪に見られるとちょっと恥ずかしいね。じゃあお風呂場に行こっか。イエーイ。わあ、お風呂場からは立派な竹林が見える。このお風呂場でシャワーを浴びたり、お湯に浸かって疲れを癒したりするんだね。そうそう、この左側にあるシャワーで体を洗って、反対側にあるお風呂のお湯に浸かるよ。ああ、この緑の埴輪みたいにお湯に浸かるんだね。気持ちよさそう。俺も早く浸かりたい。じゃあマットからお風呂どうぞ。ありがとう。あー、お風呂に入ってさっぱりした。よかった。それじゃあちょっと休憩しよう。いいね。ではこちらへどうぞ。うわー、すごい立派な部屋だ。この部屋は和室って言うんだ。和室って日本の伝統的な部屋のことだよね。そう、例えば床が畳になっているところとか。やっぱり和室と言ったら床は畳だよね。そうだよね。畳は藁を編んでできてるんだよ。へえ。他にも和室といえばこういう窓やドアをよく見かけるよね。ああ、それは障子って言うよ。障子は木の枠に紙を貼り付けて作られたドアや窓のこと。へえ、これは紙なんだ。破らないように気をつけないといけないね。ところで、いろんなものを飾っているところは何？ああ、ここは床の間。本来はここに花とか壺、掛け軸を飾ったりするよ。へえ、綺麗。それとさっきからとても心地のいい音が聞こえる。これは何の音？
この音は獅子おどしの音。おお、獅子おどし。竹に水の力を加えて音を出してるんだね。そう、癒されるよね。そろそろここの座布団に座って休憩しない？いいね。はあ、今日はたくさんお家の中を歩き回ったからなんだか眠たくなってきた。はあ、そうだね。布団を敷いてるからここでお昼寝しよっか。おやすみなさい。はい、今日は集まれ動物の森でルームツアーをしたいと思います。お、楽しみ。集まれ動物の森って短く集森って呼ばれてるよね。そうそう、今回は家に関する言葉をたくさん紹介していくね。オッケー、たくさん言葉を学んでいこう。ここが私の家。わあ、大きな家。このドアから家に入るんだね。そう、ここは玄関といって家や建物のメインの入り口のことだよ。あとドアのそばにポストを置いてるんだね。そう、ここから荷物や手紙を受け取るの。それと反対側には黒い自転車が止めてある。うん、いつも家の前に止めてるんだ。へえ、自転車に乗っていろいろなところに行くんだね。そう、すごく便利だよ。よし、それじゃあ中に入ろう。はい、お邪魔します。おお、広い部屋。ここは何の部屋？ここはリビングだよ。へえ、ここで家族や友達とくつろぐんだね。そうそう、じゃあ早速あの黒いソファーでくつろごう。どうぞ座って。はい。うわー、ふかふか。お、このテーブルの上にコーヒーがある。そう、窓の横にコーヒーマシーンも置いてるからいつでもコーヒーを飲むことができるよ。いいなー。ちなみにテーブルとソファのそばにあるのってタンス？そうそう、チェストと呼ぶこともあるよ。この引き出しには服が入っていて着替えることができるの。へえ、そうなんだ。そういえばレコードプレイヤーから素敵な音楽が流れてるね。うん、ここでは音楽を聴いたり後ろの本棚の本を読んだりすることができるよ。うわー、大きい本棚。この大きさだとたくさん本をしまうことができるね。お、本棚の後ろに小さいスペースを発見。あ、見えた？ここは書斎。あー、書斎か。最近は仕事や勉強したりする場所として使われているよね。そう、私はここの机の上にノートパソコンを置いて仕事をしてる。いいな。俺もここで YouTube の動画作りたい。ところで、あのテーブルは何をするところ？ああ、これは作業台。ここで家具とか道具を作れるの。この壁にかかっている照明もこの作業台で作ったよ。へえ、すごい。ところで、クー、ちょっとお腹空いてきた。私もお腹空いた。じゃあキッチンに行って食べ物を取りに行こう。いいね、行ってみよう。ここはキッチンとダイニングスペース。おお、ここのキッチンで料理をするんだ。そう、ちなみにキッチンは台所とも行ったりするよ。台所には大きい冷蔵庫も置いてるんだね。うん、たくさん食べ物を入れられるよ。それとここが食事をとるダイニングスペース。そう
そう。ちなみにダイニングテーブルは食卓と呼ぶこともあるよ。それとこのダイニングテーブルの上には料理と食器が並んでる。この食器を使って料理を食べるんだね。うん、この食器もさっき見た作業台で作れるよ。へえ、すごい。ところでマットは何が食べたい？ピザ。お、相変わらずピザモンスターだね。じゃあピザを作るところに行こう。ワクワク。おお、外にやってきた。ここは庭だよ。木や花などの植物を育てたり、外でのんびり過ごすところだよ。赤いレンガで囲まれた綺麗な庭だね。ん？あれは。ピザ窯？え、ここでピザが焼けるの？へへ、そうだよ。ピザ窯の扉を開けてみて。わあ、焼きたてのピザがある。おいしそう。ピザ大好き。マットは本当にピザが大好きだね。ここの椅子に座って食べよう。いただきます。はあ、ごちそうさま。おいしかった。なんか外で過ごしてたら汗かいちゃったな。じゃあお風呂に入ってさっぱりしよう。いいね、行ってみよう。わあ、いい雰囲気。この右側のスペースは洗面所。ここには洗面台を設置してるよ。ああ、この洗面台で顔や手を洗ったり歯を磨いたりするんだね。それと横には白い洗濯機もあるね。そう、この洗濯機で服を洗うことができるよ。便利だね。お、そして左側はトイレだ。もちろんトイレもあるよ。泡が出る埴輪もここに置いたんだ。へえ、かわいい。でもちょっと恥ずかしくない？確かに、トイレ中にこの埴輪に見られるとちょっと恥ずかしいね。じゃあお風呂場に行こっか。イエーイ。わあ、お風呂場からは立派な竹林が見える。このお風呂場でシャワーを浴びたり、お湯に浸かって疲れを癒したりするんだね。そうそう、この左側にあるシャワーで体を洗って、反対側にあるお風呂のお湯に浸かるよ。ああ、この緑の埴輪みたいにお湯に浸かるんだね。気持ちよさそう。俺も早く浸かりたい。じゃあマットからお風呂どうぞ。ありがとう。あー、お風呂に入ってさっぱりした。よかった。それじゃあちょっと休憩しよう。いいね。ではこちらへどうぞ。わあ、すごい立派な部屋だ。この部屋は和室って言うんだ。和室って日本の伝統的な部屋のことだよね。そう、例えば床が畳になっているところとか。やっぱり和室と言ったら床は畳だよね。そうだよね。畳は藁を編んでできてるんだよ。へえ。他にも和室といえばこういう窓やドアをよく見かけるよね。ああ、それは障子っていうよ。障子は木の枠に紙を貼り付けて作られたドアや窓のこと。へえ、これは紙なんだ。破らないように気をつけないといけないね。ところで、いろんなものを飾っているところは何？ああ、ここは床の間。
本来はここに花とか壺、掛け軸を飾ったりするよ。へえ、綺麗。それとさっきからとても心地のいい音が聞こえる。これは何の音？この音は獅子おどしの音。おお、獅子おどし。竹に水の力を加えて音を出してるんだね。そう、癒されるよね。そろそろここの座布団に座って休憩しない？いいね。はあ、今日はたくさんお家の中を歩き回ったからなんだか眠たくなってきた。はあ、そうだね。布団を敷いてるからここでお昼寝しよっか。おやすみなさい。